おはようございます。デブキャンです。どうも。ということで、はい、今日待ちに待ったひなフェスのビヨンズプレミアム、うん、あいにくの雨ですけども、はい、今日はひなフェスを存分に楽しんでいこうという企画です。はい、だから誰よりも楽しんで、企画としてはバスケの時と似てる。一番楽しんだやつが勝ちでいくから、朝早いけども、うん、今からグッズ並んだり、まあ、里山楽しんだり、はい、飯食ったり、して、一番楽しめるオタクになっていきたいと思います。はい、それでは、It's Tasting Time。さあ、ということで、はい。ヒナフェスの全商品買っちゃいました。あ、いいですね。全商品全部買ってきました。ありがとうございます。私がもう朝で全部もう網羅してきました。ありがとうございます、はい、本当に。まずこちらがピザのハローピザ。はい。森田さんが、やってるやつですね。これが、2種類。2種類あるんですね。2種類あるので22の4個買ってきました。はい、ありがとうございます。なんかシーフードエビっぽいやつ。あ、そうそう、エビっぽいやつ。シーフードとなんかね、胡椒が効いてるみたいな。あ、いいですね、ブラックペッパーね。はい、で、こちらハムカツサンドですね。大人気ハムカツのシールも買った。ハムカツサンドです。これシールは傷つけないように言ったり。おー、すごい。バンズがピンクね。これバンズだ。バンズがピンク。これ練り込んでありますから。これね。いいね。こちらが、なんかこのピザとハムカツの横に売ってたマラサダですね。マラサダ。これだけハワイでね。もう並ばずに買いました。マラサダだね。マラサダだね。もう3分でね。そうですね。今日はあの里山里山ですから、マラサダももちろん美味しくいただくと思います。なおかつ、はい、このピンクレモネード。あ、美味しそう。これね、ひなカフェのメニュー、ちょっとこっちも映してみる。はい。ひなカフェのメニュー。ひなカフェのメニューがここにあります。美味しそう、これも。いちごチョコ、激辛ミネストローネ、レモネード、はい、なんでこれ、なんでティラミス。あー、食べたい。めっちゃ食べたい。めっちゃ食べたい。この1個しかないタイプ。激辛ティラミス、いちごは、じゃんけんで争奪戦にしたいと思います。はいはい、でもお前これじゃん。お前絶対これじゃん。レモネードはみんなあります。だって激辛お前無理だし、甘いのも無理じゃん。レモネードは全部あるので、この3つをこれ食べさせたい。みんなで、勝負して終わっていきたい。この3つ、はい、お前全部無理じゃん。いや、任せろって話。まずはじゃあ、みんなで食べていくか。ハムカツサンドから食べていくか。あ、そういう感じですか。せっかく食レポさせていきたい。かしこまりました。お前のその魂が俺すごいと思ってた。はい、ハムカツサンドの方から皆さんいただきたいと思います。じゃあ、手伝わして。はい。いただきます。はい。あうわっ、あ、思ったよりサクサクしてて美味しいですね。だよ。あ、すごい、これ島倉さんだよ。バンズがバンズ、これあのビーツビーツっていうやつが練り込んであるんですよ。ビーツはセンスあなた一口大きいね。センスいいね。ビーツはバカね。ビーツってやつが練り込んであるから、いや、ちょっとほんのり甘みがあるんですよ。あります、あります。これがあの、ま、ちょっとね、ここ場所的にもちょっとディズニーランドっぽいかなって思います。バナナディズニーランドっぽい。そう、これ結構本当にそう。あー、いいね。ハムうまっ。分厚っ。やっぱね、ハムは分厚ければ分厚ほどうまい。ありがてー。これはいいな。これは美味しい。これはいい。ただですね、これはいいって言っても、もう買えないもん。うん、でも買えないんですよ。それがもう残念。それが残念。ぜひ買ってくださいって言えるから残念。これはそう。リニューアルじゃなくて、報告です。ショップ報告。めっちゃ美味しい、これ。何のプロモーションにもならないかな。めちゃくちゃ美味しいわ。めちゃくちゃ美味しい。じゃあちょっと。いいね、あ、これ飲む。こっち行きたいかな。レモネード。レモネードね。これストロー。でも環境問題にやっぱり、環境問題にやっぱりその、お前。美味しいかな。うん、不揃い。不揃いのストロー使ってんのかな、これも。あ、秋元さん。お願いします。あ、ごめんなさい。交差しちゃいましたね。ちょっといただきます。いただきます。なんかすごいの入ってるね。型。うわ、ストロー。うわ。ストロー型。レモンだ。美味しい。これ美味しいですね。柑橘のが柑橘だ、めちゃめちゃ柑橘だ、ね、あなたたち今飲み物の数言ってくれたから、俺ストローの数言ってくれたから。はい、ありがとうございます。ストローです、ストローだからね。マジで硬くない？全然普通のストロー。え、硬くない？なんかおかしいんだ。俺のめっちゃ硬いよ。硬い。確かめろ、誰か。いいね、レモンの爽やかさがね。美味しい。カムカツとよく合うねって話なんで。しかも桜も入ってるし、なんか嬉しい。桜でしょ。桜レモネードだもん。いいわ。いいです。こういうピザ行きますね。おしゃれなのいつも食わないからね。
これがなんちゃらペッパーブラックペッパーいきますか。いや、モリさんです、私は。そうやな、モリさんだもんね、実質モリさんですから。そうですね、モリさん食べてるみたいな。僕こちらいきますね、ブラックペッパー、ブラックペッパーくんいきます。失礼いたします。あ、お前、モリさんいくよ。モリさんいただきます。いただきます。うん、うわ、うん、これ明太子入ってる、明太子もちチーズね、森さんが言ってた明太もちチーズ全て入ってる、めちゃめちゃ美味しい。森さんが、でも森さんが言ってた、でも口の中のものはなくなってから喋る。ごめんなさい、お見苦しいでも一番汚い。去年も食べたんだけどね、これ去年もピザ食ったんだけど、去年とまた違った美味しさがある。いや、やっぱ森さんが考えただけで、うん、美味しさがね、何十倍にもなってるから。明太子が好きって言ってたもんね、森さん。え、マジでいくらでも食えるわ。なんか森さんを感じると、このピザが何個であっても。でも多分森さん感じなくても、あなたいくらでも食べれるじゃん。ピザはうまい。また口紙喋っちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。こうね、ピザをね、口の中をカメラと自分のこう正面に置いて、喋るっていう文化だったから。そうそうそう。より早く喋んなきゃいけない環境で育ったから、口の中に物があっても喋ってない。美味しい。大きな声で喋るのかな。俺はうまいわ。だから口から物が出るね。さあ、じゃんけんするか。マラソナはね、ぜひ皆さんで楽しんで。マラソナは流すマラソナは皆さんね、美味しかったと思う。流すねマラソナダメ。じゃあ、じゃんけんしていこうか。日高部の方でじゃんけんしようか。こちらね、多分イチゴのね、イチゴチョコ美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。と、ね、激辛ミネストローネと激辛ミネストローネさ、袋にさ、激辛ミネストローネは。でもさっきのビニール袋今、あったかいなりたいから、全然今食いたい行きたい。代謝上がっちゃうね。硬い人から食べてくる。え、ちなみに何大事？これいいよ。だよな。いやあなたはいいか、つかなくて最初グッ、ほいおー、え、それいいな。いや、そうだ、その言うたびに行かないよ。最初グッ、ほいおー、じゃあ激辛行こうかな。あ、もう激辛いただきます。激辛、これね、激辛はね、うん、見て、激辛エキスみたいなのを入れることによってより激辛になるんです。激辛これだけだったら多分美味しいミネストロー。じゃあちょっと一旦、そう、味変してけ。どう、辛くない？うん、辛くない。これ美味しいミネストロー。美味しい、今はミネストロー。でもやっぱり辛いの感じ、辛いの感じ、一つ照らし合わせたバラバラバラ。なんでこんな、いつからこんなバラエティ要素長くなったの。いつもバラエティ要素高いから、一筆で足していってください。じゃあ、いや、一筆で足したね。入れたよ、全部。すごいね、じゃあ混ぜて飲んで。混ぜるものがないけど、スプーンであるよ。 あるんだ。これじゃないの。あ、そうそう。じゃあこれティラミスっぽいけど。あ、それでもめっちゃもらってる。まあ、ストローで飲んで。いつからやったやつ、ストローで飲んで。ならない。じゃあね、混ぜる、ちょっとストローが、この、もう終わり。遅いの来た。違う、今あの指にかかった、さっきのっ、指にかかったハバネロソースになっちゃった。あ、それか。うわ、さっきのが来たのが辛いんだわ。さっきのだろうが、めちゃめちゃ辛い。いただきます。激辛をストローで飲むって相当キモいと思う。混ぜるだけでよかったのに。どう、美味しさは。あ、でも美味しい。ちょっと辛いかも。辛いのね。ちょっと行って、じゃあこれは全部甘さでね、甘いのでいただきます。どう、甘い。ああ、辛い。ちょっと、あ、でもまあ、ちょっと辛いの来るわ。え、これ美味しい。あ、辛い。あ、痛い。これは辛いわ。そんなではない。甘いのも辛いのも苦手だから。そんなではないよ。これ湯でめっちゃ美味しい、これ。めっちゃ美味しい。俺が勝ったやつだから。めっちゃ美味しい。一瞬で来るわ。これは、あの、瞬殺系の辛さだわ。瞬殺系だったな。辛い。あ、でも、いちごチョコがあります。うわドロドロ、これドロドロって言っちゃったもん。あれ、いちご出ちゃった。こんなね、おしゃれなのさ、インスタで食わないじゃんか。だもね、そうでもない。いただきます。え、なんこれ、あ、わかんねえ、いちごじゃないの。いちごだよ、いちごだよ。こんないちごない。いちごだって、いちごだよ。よくバレンタインの時にされる銀色のつぶつぶ。されたことないだろ。されたことないだろ。ありがてえ。他の人がやってされてんの見てたんだよ。一粒食っちゃってくださいよ。え、ね、ちょっと違うでしょ。食感がなんかイチゴじゃない。
チゴですけど、はい、いちごじゃん、いちごじゃない、いちごじゃない、だっていちごじゃん、動画が動画よりいちごじゃん、いちごじゃない、そんなことない、いちごじゃない、いちごじゃない、いちごじゃない、え、これなんだろう、でもいちごの甘さとチョコの甘さがうまく組み合って、これとてもこのミネストローと合うんですね、確かに、じゃあ、ちょっとください、どうぞ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 、ごめんね、食べちゃった、どうぞ、ガンダイ、言っちゃってください。まず少しだってね。少しじゃねえよ。三分の一くらい。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。ぜひ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 。え？いや、辛い辛い、でもね、いちごのチョコを食べたんだから。森田さんが言ってた。口の中のものなくなってから、ね。いや、森田さんも食え。森田さんも。森田さん。森田さん。辛い辛い辛い。森田さん。森田さん。一番甘い何してんの。6度とか7度くらいじゃない、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ寒いところでね、こんな楽しく美味しくなってるからね、やっぱごめんなさい、マラソンは乾杯しましょう流しだもんね、流ししたからドーナツらしいですね、美味しそうだね、ちょっとじゃあ食べます、ほらこんな感じ、美味しい、あ、いいねめっちゃ美味しい、もう適当にやるの、美味しい、めっちゃ美味しいです、めっちゃ美味しい、食べます、ドーナツ作りだわ、うまい流しじゃん、結局流し美味しそう、大丈夫です、大丈夫ちゃんと食ってみるということでね、はい、あのフィラフェス本当に楽しんでね、ま、ぜひね皆さん、ね、まだ何も始まってないからね、今から公演始まるというか、公演前ならこんな感じ、これがもうフィラフェスで、里山里海フィラフェスもこれですからやっぱりね、うん、来年からもあると思いますので、はい、ぜひね皆さんも来年以降楽しんで、こういうイベントごとはね積極的に楽しんでいけばいいと思います、はい、皆さんまた次の動画でお会いしましょう、バイチュー。